いたいた、探したぜ。マムからあんたらにって伝言を頼まれてよ。よくやった、後でうちに寄りな、だってよ。あのさ、よかったらまた試合に出てくれないか。今回みたいなでけえイベントは稀だけど、いつでも何かしらはやってるからよ。だね、お召し替えの準備は整ってるよ。でもその前にあんた、なんでも屋のクラウドだってね、五番街では随分ご活躍したって噂だ人間働いてなんぼ、働き者には福が来るって言うだろ。人助けの縁は巡り巡っていいことがあるのさエアリスにはとびっきりのドレスを用意するから楽しみに待っときな。さてと、話はここまでだ。着替えたら街の外には出られないけど、始めちゃっていいかい？そうと決まったら早速取り掛かるよ。女の支度は男が思うほど楽じゃないんだ。そうだね、その間あんたは女面じゃできないこともあんだろ。今のうちに遊んできたらどうだ思ったよりこの町に馴染んでるようだし。安心しな、あんた一人で時間が潰せるとは思っちゃいないさ男のことは男同士、サムに話をつけておいたからね。勝手に話を進めるな。煮え切らない男だね。せっかくの機会さ、そのふぬけた男っぷりもついでに叩き直してきな。さてと、それじゃエアリスついてきな。どんな服かな、楽しみ。服だけじゃないさ、そうそう、その素人臭い化粧と髪もがっつり手を入れるからね。わお、じゃあクラウド、後でね。覗くんじゃないよ。ようこそ、ご休憩ですね。いってらっしゃいませ。
よう、マムから話は聞いてるぜ。女連れでチャンピオンになっておいて、今度は女の留守中に夜遊びとはな。は？残るなって。どうせマムにケツでも叩かれたんだろう。まあ確かに兄ちゃんはなんつうか腕っぷしは強いんだろうが、どうにもな。あこの機会に一発の男としていろいろと経験を積んどくのも悪くねえだろう。守りたい女がいるならなおさらだ。ちょうどあんたにぴったりの話がある。どうだ、乗ってみるか。ただの暇つぶしだ。その息その息、頑張ってこいよ。なんでもや。待ってたよ、クラウド君。ようこそエクササイズチーム、ダンダンダン。トレーナーの G なんだ。突然で申し訳ないんだけど、うちの会員と一勝負お願いしたくてね。本気ですかボス。こんなピヨピヨ君、一瞬でむしり潰しちまいやすぜ。やる前から決めつけるのは良くないな。じゃあクラウド君、準備ができたら声をかけてくれ。どうだい、だいぶ仕上がってきただろう。ここがあの有名な男の館。だんだんだんだ。いらっしゃいませ。何かお探しの商品が。ん？ああ、あんたが例の何でも屋か。頼みたいのはあれだ。居酒屋で飲んだくれてるうちの親父を連れ戻してほしくてね。すぐそこの酔いどれって店にいるから、よろしくな。クラウドさん、サブさんから話は聞きました。ティファを助けるためウォールマーケットについて勉強中なんですよね。ここはこの町の先輩である俺にドーンと任せてください。さあまずは依頼をこなしてみましょう。酔いどれはこっちです。酔いどれ、酔いどれ。資源さんを止まらないか。美味しさが加速する。ここは日々の疲れを酒で洗い流す憩いの場、酔いどれです。常連さんが多い店ですから、入るときはちょっ、そんなズカズカと。大人の世界にはいろいろとしきたりがつって。あんたが親父だな。ああ、わしの息子はこんなアホ面だったか。あ、アホ面だと。とにかく俺と一緒に店に帰ってもらうぜ。いやじゃ、わしはもうダメなんじゃ。そんなこと言うなよ親父、俺力になるからさ。おお、本当か息子よ。実はマテリア屋の店主に賭けで負けての、わしの大切なインスピレーションを奪われてしまったんだよ。インスピレーション、あれが帰ってこない限り店に戻る意味はない。分かった、なんだかよく分かんないけど、そのインスピレーションってやつを取り返してくればいいんだな。待ってろよ親父。ほらお前も行かんかい。自分の命の心配をしろ。
準備できてるな。はい、ついでに何とそれも発注しておきました。もう二度と来ないよこんな街。無事に上に帰れるよう祈ってるよ。どうもどうも、私シンラレコーズからデビューしたもののヒットには恵まれず苦節7年、今も地道に営業を続けている歌手でございます。こちら新作なんです。よろしければどうぞ。だからな、箱は欲しいとってよくないんだよ。チョコボ豆のポップコーン。ここも満席か。ぶっちゃけ何に使うかよくわかんねえよな。まあ、ちょ、置いてかないで。これがマテリアや。なんだあんたたち。福屋の親父のインスピレーションを返してもらおうか。インスピ？ああ、あれのことか。でもあれは俺の戦利品だぜ。ただで返すわけないだろ。何？でもそうだな。頼みを聞いてくれるなら考えないでもない。なんだよ。兄さんたちを男と見込んでの頼みだ。うん、宿屋の自販機で買ってきてほしいものがある。あれだよあれ。宿屋自販機あれか。あれって？野暮なこと聞くなよ。んじゃよろしくな。自販機のあれ見破るのはこの俺だ。感じる感じるぜ、危険な夜の気配を。秘密の領域いざ参らん。銀行なんて名乗っている。待ち合わせ場所はこのはずだけど。お兄さんにぴったりなお部屋ご用意できてますよ。は？いやいや止まらねえし。客じゃねえなら何の用だよ。あった、この自販機ですよ。ぱっと見は普通の自販機だが、しかし教えてあげましょう。いいですか、この手の自販機には秘密のボタンがあるんです。どこに？それは秘密ですから。これまでの知識や経験を総動員してこうズバババッと心の目で見破るんですよ。俺を誰だと思っている？このくらい簡単に見破れる。おお、自信ありっすね。あれってただのこれ？ほらほら、まだ秘密のボタンは残ってますよ。おお、あれってなるほど。大当たり、おまけだよ。びっくりした。まあ目的は果たしましたし、マテリア屋に戻りましょう。こんな気分なんだな。クラウドさん、早く早く。俺たちの戦利品。おお、待ってたぜ。さクラウドさん、あれを。ん？ああ、そうきたか。あれ違った？いや、兄さんのレベルならまあこんなもんさ。お互い頑張ろうな。みんなで一緒に頑張りましょう。
さてと、約束の物だが、悪い、実はもうここにはないんだ。はあ？だから悪かったって。今は確か定食屋の親父が持ってるはずだ。でもまあないなら仕方ない。急ぎましょう、クラウドさん。さてと、やる気も出てきたし、マテリアも磨いてやんなきゃな。ほら、用が済んだなら出てけって。定食屋、定食屋。腹減った。あっちの路地裏からも美味しそうな匂いが。いやいや、今は定食屋、定食屋。いらっしゃいませ。お好きな席へどうぞ。なあなあ、あんたマテリア屋から例の物預かってんだろ。マテリア屋？ああ、あれのことか。兄ちゃんたちも物好きだね。そんなことより、あんたら料理は得意か？いや、全く。最近なんか料理の味がぼやけてんだよな。なあ兄ちゃん、原因は何だと思う？火力か電気か冷蔵温度あたりだとは思うんだけどよ。考えられるとしたら、なんだ？原因は漏電とか。あちこちボロボロだし怪しいぜ。おう兄ちゃん、イカズチ。いや、電気にうるさい口か。にしても漏電って怖いこと言うなよ。一応点検しとくか。とりあえず配電を見直してみたんだが、調子良さそうだな。えい、お待ちと。いただきます。うん、苦しい。おいしそうに食べてたから感想を聞きたかったのに。でもあんたのおかげで助かったよ。これお詫びと薬や商品クーポン。彼に薬でも買ってあげて。薬屋はどこだ。日曜大体も西方も飲んだ一つ。マテリア、マテリア、一つ食べないと後悔しますよ。あんた、こいつの連れか。まあな。お、あんたクーポンを持ってるのか。とにかく中へ入ってくれ。たく、今日はやけに病人が多いな。こいつ以外にもいるのか。ああ、薬の注文が立て続けに入ってね。ちょうど配達に出るところだったんだが。気持ち悪い。こいつを置いていくわけにもいかないしな。そうだ、あんた代わりに薬を届けてきてくれないか。その格好軍人さんかなんかだろう。治療の経験もそこそこあるんじゃないかと思ってさ。助かるよ。そうだな、あんたに任せられそうなのはこの薬を届けてくれ。2人分だ。依頼主はその辺りで倒れてるはずだ。症状を見て合う薬を渡してくれ。
ジムの裏手の路地にもよく酔っ払いが倒れてたりするよ。動けない。勝負する気になってくれたかい？ふん、干からびたチュースタンクのごとき筋肉で俺に挑むとは後悔するなよ、ピヨピヨくん。無駄口を叩かない。勝負の方法はこのジム伝統のスクワット対決だよ。じゃ、早速始めるよ。覚悟はいいな。このまま続けていこう。素晴らしいね。美しいフォームだ。その調子だよ。いい感じだね。このまま続けていこう。素晴らしいね。その調子だよ。美しいフォームだ。まだまだいけるはずだよ。いい感じだね。素晴らしいね。このまま続けていこう。その調子だよ。いい感じだね。素晴らしいね。美しいフォームだ。このまま続けていこう。美しいフォームだ。いい感じだね。その調子だよ。素晴らしいね。美しいフォームだ。当然の結果だ。なぜ、なぜこんな貧弱な筋肉しか持たぬピヨピヨに。筋肉は量じゃなくて質だ。ではそうやって見た目で人を判断する、その慢心が君たちの弱さであり、クラウド君に負けた理由だ。この子たちの目を覚ましてくれてありがとう。巻き込んですまなかったね、クラウド君。君はもうこのジムにとって兄弟も同然だ。体を動かしたくなった時はいつでも遊びに来て、一緒に素晴らしい肉体と精神を手に入れよう。うわぁ、解放の喜びはその先にある。仕上がってきただろう。切れてるよ。ナイスカット。ここがあの有名な男の館。クラウドさん、ここでしたか。ティファが、その、ティファが、俺じゃもう。落ち着け。ティファがどうした。もうすぐコルネオのオーディションが始まるって聞いて、このままだとティファが。でも俺じゃどうしようもないから。わかった、お供します。クラウドさん、兄貴って呼んでいいですか。ダメだ、
俺、兄貴にならティファを任せてもいいかもって。兄貴はどうやってそんなに強くなったんですか？だからこう、ズバッズバッズババッって。俺も兄貴みたいになりたいですけど、ここぞって時にどうしても文学的になっちまうんです。じゃあ俺はここで、いや、その足手まといになるといけないんで。マムの店に戻ってエアリスが出てきたら俺が戻るまで待つよう伝えてくれ。了解です。推薦状は手に入れた。ん？あれは女限定だ。エアリスが選ばれた。ああ、一緒にいた女か。気の毒に。でもな、どっちにしても男は入れない。許可は求めていない。うん、やめておけ。コルネオさんは恐ろしい人だ。あんたがここで暴れると、誰かが責任を取らされる。それはお前が助け出したい人間かもしれないし、あるいは全く関係のない人間かもしれない。わかるか？ここはそういう世界だ。オーディションが始まるまでまだもう少し時間がある。もし本当に推薦状があるなら、その女を連れてこい。俺は進めないけどな。アリスなのか？うん、コルネオはこういうのが好きなんだって。なんかあちこち盛られて不愉快。そうか。クラウド、すまない。うん、それよりエアリス、ジョニーの伝言は聞かなかったのか？待ってろってやつ？聞いたけど心配だもん。ここは思っていたよりも危険なところらしい。オーディションで何をさせられるのかもわからない。やはり一人で行かせるわけには。一人？そんなつもりないよ。ほら、こっちこっち。どこへ行くつもりだ？私、マムからいいこと聞いたの。クラウドのこと気になってる人がいるって。うん？気合入ってるね。どこ行くの？おりゃ、べっぴんさんだ。お、結構かわいい。かわいい彼女、僕とお茶しない？努力賞ってとこかな。待ってよ、会えるぞ。次
きました。ここはミツバチの館、代理人のアニアン・クーニャンに推薦状もらうの。そしたらクラウドも一緒にコルネオのところ入れるでしょ。クラウド、女の子の服も似合うと思う。おい、マムが言ってたけど、アニアンに目をつけられるなんてめったにないことなんだって。だから絶対いけるよ。いや、ティファを助けるためでしょ。待て。いい、するしないの話はこれで終わり。どうやっての話しよう。アニアンは人格者だって言ってた、あのマムガだよ。だからまっすぐ事情を話してみよう。当たって砕けろね。